島アントラーズ、リーグ戦4位なのに、突然ポポビッチ監督を解任。お知らせ、ランコポポビッチ監督との契約を解除することとなりましたので、お知らせいたします。また、ミランミリッチコーチについても契約解除となります。タイミングに違和感しかない。え、今、なぜこのタイミング？勝てない時期もあったけど、解除されるほどかね。鹿島も節操なくなったよな。やったことはある程度評価もあるけど、不満と不安を解消できなかったのが理由かな。もう一年様子見でもよかったと、個人的には思うけどな。今季優勝する気なくなったん。交代など、不満を感じる部分もあったけど、よかったと思うけどな。今シーズンを終えてからでもよかった気が。一から新しいチームを作る時間は、今シーズンはないと思う。横浜の二の舞にならなければ良いのだが。記念をボランチにコンバートしたのは、ポポビッチの功績だな。絶対今じゃない。